楽しいな、楽しいな、英語は楽しいな。Where there are nothing, absolutely nothing of interest at all in the West Wing. Dusty, dull, very boring. Dusty, dull, dull, dull. わからないものがまだまだいっぱいある。Hey guys, it's me, Belle. さて、今日は、私の発音の練習方法をちょっとシェアしたいと思います。で、私は18歳の時に英語を勉強し始めて、なんだけど、それまでは全然英語が喋れないし、単語も全然知らないし、発音ももちろん下手くそだし、っていう感じだったんだけれども、いっぱい練習して、ちょっとずつ近づいてきました。私は純日本人だし、留学したこともないし、向こうに住んだこともないんだけれど、日本でもたくさん練習すれば必ず発音は上手くなるから、私の勉強法を紹介したいと思います。いろんな方法で練習はしてるんだけれども、今日紹介したいのが、じゃらん！このね、前も私の英語の勉強の仕方っていうビデオで紹介したことがあるんだけれども、英語シナリオで楽しむ美女と野獣っていうこの本がありまして、大好きなの。これすごくいいのね。で、私はディズニーが大好きで、私のベルっていう名前も美女と野獣のベルから取ったぐらい大好きなのね。で、この中には歌の歌詞とか、あとセリフとか日本語訳と英語とで書いてあるので、解説もあるので、だからディズニーが好きな人、美女と野獣が好きな人はもう最高の参考書なのよね。でね、早速ね、私がこれを見まして、どんな風に発音を練習するのかと言いますと、 Oh, this scene, I love this. Okay, ガストンとルフー、これは私が大好きな、これは美女と野獣で一番最初の曲の朝の風景っていう曲の中で出てくるセリフのシーンなのね。で、そのセリフがここに書いてあるんだけども、一回やるね。 Wow, you didn't miss a shot, Gaston. You're the greatest hunter in the whole world. I know. No beast alive stands a chance. No beast alive stands a chance against you. And no girl for that matter. It's true, Lefou. Lefou. Oh, I don't know how to pronounce this word. Lefou?And I've got my sights set on that one. The inventor's daughter? She's the one, the lucky girl I'm going to marry. But she's... the most beautiful girl in town. I know, but... that makes her the best, and don't I deserve the best? っていう感じ。もうね、これがね、あ、OK. Oh, there's one thing I definitely wanna tell you. Have fun. You have to have fun. When you're studying, when you're practicing, you have to have fun. 楽しくやることがすごく大事だと思うの。だからこんな感じで、最終的にはこう役になりきって練習すると楽しいわけよ。でね、順を追っていくと、まず最初はさ、いきなりこんな風に読めないじゃない。私も全然読めなかった。最初はどうやるかと言いますと、ゆっくり、もう、一単語ずつしっかり発音していくのよ。Wow! You didn't miss a shot, Gaston. You're the greatest hunter in the whole world. で、まあ、今でこそ私はこう、あ、この単語はこうやって発音するんだなってわかるんだけれども、最初はもちろんわからなかったわけじゃない。そんな時に使えるのが、Google 先生なわけですよ。例えばよ、娘、ドーター。ドーター?ドーター?発音わかんないなって思った時に、ドーターって打つわけね。その後に、発音ってやるの。そうすると、出てくるわけよね。こんな感じで。で、今はアメリカンプロナンシエーションにして、Daughter. みたいな感じ。聞いて、それを真似するの。You repeat after me! っていうことね。Daughter. Daughter. Daughter.
ちなみにこれをね、British pronunciation、このイギリス英語の発音っていうのを選ぶと、daughter、daughter、daughter、た、た、違うな、たって言っちゃった、違うな、daughter、daughter、daughter。だから自分がイギリス英語のアクセントで喋りたいのか、アメリカ英語のアクセントで喋りたいのかによっても。全然違うからそこも確認しつつなんだけど、今私はアメリカ英語で喋ってるから daughter という感じで、発音がわからない単語をこうやって一個ずつやっていくわけよね。 And I don't deserve the best. Deserve. 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 Deserve.Deserve. Hunter. 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 じゃなくて、は、みたいなとか、そういうのをね、よく聞くの。Peculiar. Peculiar. 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 Peculiar.Peculiar, peculiar, 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 peculiar. こうやって私は発音を勉強してる。 I ask nicely, but she refuses. What does she want me to do? Beg? Show me the girl. I'm just fooling myself. She'll never see me as anything but a monster. It's hopeless. I'm not hungry.そう、こんな感じでこう本を抱えてずっと読んでるんだよね。すごい楽しくて、なんかこうごっこ遊びじゃないけどさ、なんかキャラクターになりきってちょっとこう感情も入れてみたりしてさ、喋ってるとすごい楽しいんだよね。で、今はこんな風にできてるけれども、本当に元々は全然できなかったから、最初はなんか、あ、発音変だなって思ったりとか、全然スラスラ言えないし、感情入れるとかそんなとこまでいけないわって思っても大丈夫っていうか、うん、楽しんでほしいんだよね。やっぱりね、楽しみながらやることが一番伸びるから、好きの力はすごいんだ。で、このシリーズ結構いろんなディズニーの作品のが出てて、私が持ってるのは美女と野獣とズートピアなんだけれども、他にね、何があるんだろうね。あ、スターウォーズもあるよ。あ、あとアナと雪の女王もある。やっぱりもう自分で学ぶぞっていう風にね、独学でやるぞって思うと、もちろん結構大変だと思うし、すごいたくさん練習してたくさん頑張らないといけないと思うんだけど、でも自分で勉強するっていうののいいところは、やっぱり自分の好きな方法で勉強できる、楽しみながら、しかもお家とかで誰にも縛られない状態で、それはすごい私は楽しかったし、その方法が自分に合ってたなと思うし、で、たまになんかそういう英会話だったりとか、あの英語を話せる人のところに行って、この発音って実際どうやるんだろうっていうのを、舌ってどう動かすのとか細かいところを聞いて、それを持ち帰って、で、また自分で練習してっていうのを繰り返していくと、かなり良くなっていくんじゃないかなと思うのよね。で、私も本当にまだ全然完璧に発音できるわけじゃなくて、なんだろう、自分ですごい意識して気をつけて英語を喋ってるから、なんかそれなりの発音に聞こえるんだけど、でもなんかバババってもうなんか適当に気をつけないで喋ったら、今でも全然こう日本人っぽさみたいなのは、ジャパニーズアクセントもすごく出てくるし、もうね、私も全然まだまだこう発展途上なのね。だからこれからも独学で頑張りまくりたいなと思ってるんだけども、私の夢はいつかもうネイティブと変わらないぐらいスラスラ何の問題もなく喋れるようになることだから、完璧な英語を目指して頑張りたいと思います。なので今日の情報をまとめると、まあ、こういう本を参考にしながら、もちろんディズニーさんじゃなくても英文が書いてあって日本語が書いてあって単語の解説とか書いてあるような本だったら何でもいいと思うのね。で、それを読みながら、発音を調べながら、聞いたそのままが口から出てくるみたいなイメージで、とにかくもう真似をする。
もうモノマネだと思って、本当にモノマネだから、実際それをコツコツ続けていけば必ず絶対に発音良くなってくるから、昨日の自分より成長してたら OK と思って頑張ってください。一緒に頑張りましょう。 OK、 参考になってるといいな、参考になってるといいな。あー、なんか英語を教えられる技術は持ってないんだけれども、でも自分が何をしてるかとか、なんかこうやったらよかったよとか、そういうことのシェアはできるから、ちょっとこれからもそんな感じでシェアしていけたらいいな。そして一緒に、本当に一緒に英語を勉強していけたらいいなと思っておりますよ。もしよかったらチャンネル登録、いいね、あと SNS、 インスタとか Twitter とかやってるから、ぜひぜひフォローしてね。ではでは、また次のビデオでお会いしましょう。 I'll see you in my next video. Bye! With a dreamy far off look and her nose stuck in a book, what a puzzle to the rest of us as well. Good day. How's your family?No, sir, not me. I guarantee it. There must be more than this provincial life. Oh, isn't this amazing? It's my favorite part because you'll see. But she won't discover that it's him till chapter three. What was that? Oh, 喉が。Oh.